天神地下街天神コア、天神ビブレ表記入りの連絡通路案内版2014年に撤去されたため、現存しない。クリスマス時期に施されるイルミネーション。天神地下街は、九州最大の繁華街である、福岡市中央区天神にある地下街。愛称は、天地下。キャッチフレーズは、ライフクオリティ。1976年9月10日、開業。 2005年の7熊線の開業に伴い、南に延長された。第3セクター、福岡地下街開発が運営。九州最大の繁華街、天神の渡辺通り直下を南北に走る地下街で、1番街から12番街まである。長さは約600メートル。地下2階には、計421台収容の駐車場がある。 店舗面積は1万1400平方メートル、SC 面積は2万8000平方メートル、テナント数は153であり、1日の歩行者、通行量は約40万人であるという。地下鉄天神駅と天神南駅を結び、西鉄福岡駅、西鉄天神高速バスターミナルといった福岡、天神の交通拠点と接続する。また、渡辺通り沿いのビルだけではなく、 接続する地下通路や地下鉄駅コンコースを介して、福岡市役所、アクロス福岡、岩田屋など、周辺のビルとも行き来が可能であることから、雨や雪の降る日や、猛暑や、寒波の日などは、快適に通行できるため、特に人通りが多い。住居表示は、福岡市中央区展示2丁目地下1号の3号、19世紀のヨーロッパをイメージしてデザインされ、 南欧風の石畳の道や、唐草模様の天井が特徴。かつては日本語、英語、フランス語の案内アナウンスが流されていた。劇場というコンセプトのため、通路の照明は暗く、店舗は明るく、ライトアップされている。開業当初は暗いとの批判があり、照明が増設されたが、その後取り外された。また、このデザインには老朽化をほとんど感じさせないという。 メリットもあった。福岡地下街開発株式会社は、天神地下街を運営する日本の企業。1972年2月1日会社設立。ありがとうございます。